語って、ホタテー！どうも、たくあんボーイです。ハイライトとシェーディングやっていきます。シェーディングは削ります。結構ね、顎下とかも削るだけでね、シャープに見えますのでね、やった方がいいらしいっすね。あんまやりすぎるとほんと、ほっ！とんがりコーンみたいになっちゃうんで、気をつけてください。粘土の味がする、このリップちょっとめっちゃ粘土の味がするので皆さん気をつけてください。100円ショップのエスポルールカラーリップってやつですね、まあ色はねちゃんとつくんで、はいって感じで今日は終わりたいと思います。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。シェイシェイついでにファイダンスよいしょ。